また平川が詰めてきましたね。脇坂さん、テールトゥーノーズになってきました。野尻智樹1分24秒284、そして平川亮が1分23秒439、ベストですね。自己ベストで平川亮が野尻を追い詰めます。あと3周以内になんとか仕留めたいかなと。その新しいタイヤの威力でいくと長くて5周ぐらいだと思うので、残り3周ぐらい野尻選手がもし踏ん張ることができると、なかなかオーバーテイクが平川選手難しくなるんじゃないかと。逆に今平川選手としてはこの週か次の週に仕掛けると思います、はい。まあ、もっと、ね、ギャップがあったところから詰めてきたわけですけれども、その時っていうのは比較的フレッシュウェアに近い状態で走れたんですけど、詰まれば詰まるほど、はい、やっぱりあの野尻選手のラン切りになるので、やっぱりそのダウンホースが減る部分でタイヤのグリップが落ちるというところですね。ですから早く抜かないと野尻選手のペースに飲まれる。さあメインストレートに戻ってきた。あ、平川亮がオーバーテイクシステムを使っている。完全にここの周で仕留めるつもりだ。そして野尻がやり返してディフェンスに、今度はオーバーテイクシステムを使っているが、サイドバイサイド並んでいる、並んでいる。さあ並んで TGR コーナー、1コーナー、野尻がここは守りましたか。野尻が守っている。おっとサイドバイサイド、タイヤとタイヤが触れ合いそうだ。さあそしてここコーナーコーナーインサイドを取っているのは野尻だ。ここは野尻が抑える。野尻渾身の今ディフェンスです。野尻選手オーバーテイクで、ね、あのディフェンスするの結構遅らしましたね。今そうですね、ストレートへの伸びましたね。伸びましたね。いやでもこのなかなかチャンスがこれだけのプロドライバーの中でそうそう少ない中で1回落としたのはどうなんですかね。これね、決めたかったんですよね、平川選手としては。おっと、そして今度はセクター3のところで平川、ここはセクター3でチャンスまでいった。前に出ました。オーバーテイクシステムを使えないこの時間帯で平川亮がセクター3の上り坂でトップに浮上です。素晴らしいですね。いや